どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。まあ、前回よりね、レベルを1上げたので、あとセーブポイントも近いんでね、中央を突破してみようかなと。でもなんか、こっちにかがり火があるな。こっちが正規。ああ。ああ、なんか右側に行った二人も来そうやなーと思ってね。来てるね。来てるけど、来てるけど、一人ではない。ああ。わあ、三体来たか。あれ？これはもしかして倒さずにいけるんじゃね？ね、いけたね。で、どうせ入ったときに右か左いいんじゃねえの？いた。こういうときほんと冴えてるよね。よし。で、あいつら戻ってくんのかな？それだったらそれでめちゃくちゃ困るんだけど。雷の奇跡。雷をそういえば、属性つけたこと、おー、一旦、かい。よれ、よし。びっくりしたー。ですよね。魔力の騎士の指輪。魔力系か。上から来れるんだね。ああ、繋がってんだ。ちょ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 。お前らも届くんか。あ、開けないし、しかも。あー、なるほどね。じゃあ、結局は、あのルート正解なんだ。じゃあ、いいかな。無理に戦う必要ないからね、負けそうなところに行ってね。上も行ける。なんだろうね。上から、ああ、落ちてくるとか、そんな感じか。どうしようかな。一応回復しとこうか。よし、で、行こう。一応今んとこ人型相手かなー、見てる感じね。騎士名簿。ん？何もなさすぎじゃない？いくらなんでも。
なんか光ってるよね。あそこ。うわー、いやらしいのいるなー。あー、いるわ、そこ。で、これ取ったら落とされるっていうことね。危な。よく見ててよかったわ。赤目もいんのか。でも、コッペンなんだ。ああ、後ろあるわ。不死、遺骨。やった、強化できる。じゃあ、こっちか。ダクソは正直、細かく見た方がいい感じがするよね。回復に、回復力アップ系であったりとかさ。何かしら役に立つものが出てくるから。いるね。こういう面は片手剣楽だね。くくり。やっぱいたな。錆びついた金庫。これも運気アップみたいな感じかな？じゃあ、こっからは、ちょっと目を凝らしていくみたいな感じか。あー、なんか嫌だなー、ステージ的に。これ落ちる。うわ、めっちゃ下いるじゃん。どういうこと？明日降りるってこと？うわー、分かってて降りんのかー。あーはー、下向きね。これ難しいなぁ。ターゲットがずれると。で、紛れて強えやつとかいるんじゃない？シリエット。やばいやばい。厄介なのは下から湧いてくるっていうのかな。いてててそれそれ。よし、一旦倒しきったからこれ登ろう。すっげえ歩きづらそうな装備だよね、これね。あー、なるほど。こう行って。喪失石か。
お、目見えなかった。声がしてたからとりあえずガードみたいな感じにしてたけど。これだけ？あー、隠し部屋でもないのか。まあ、こんなもんか。ずーっとバレずにそこにいたわけで。みんなのところ食っちゃるよ。あ、で、ストビン回復。でかいねー。お宝ある。意外と好戦的だね。常にシールドは貼ってても良さそうだね。見つかると追っかけられるし。やっぱいるわ。さて、なんか目を覚まさせるやつが一人いるっぽいね。やべ、タイミング悪かった。あとは？いるね。お、血の奇跡、出血系か。属性系も引いただけだからな。なんか考えたいね、他のもね。これ合ってんのかな。しかもめっちゃ歩きづらいし、あれアイテム取り行こうか。関係ないね。宝の横にさ、ちょいちょいこういうのがあるんだよね。うーわ、なんか出たー。うーわ、やべ。あー、結局、あー、なんとなく切ったけど。あー、雲系かー。あー、寒気がする。あー、雲系は嫌いなんだよな。いや、あんな無防備に置いてるはずがないもん、宝を。この手のゲームが。いやー、あれは気持ち悪い。もう声だけでもなかなか、インパクトあるのに。しかもなんか、貞子と雲を組み合わせたかのような、感じだったね。あれ絶対そうでしょ。ほらー、来たー。うわ、気持ち悪い。でも、まとめてやられるよりかは。うーわー、すげえ。やばっ。消えるからさ、そんなに見ずに済むんだけど、対面した時がメンタルやられる。
さあ、来るかな？そうで、水に入らなければ機動力はあるから、あーで、あいつが動くと、最後は。ま、君だったら、いや、そんなことなかった。で、大回復ゲット、やったね。いいぞー。ってことは、そこ以外でも出てくるだろう、いい加減。お宝のところしか出ませんわ、さすがにね。あー、でもあれか。雲系っぽいってことは、上から落ちてきたりすんのかな。あー、そこ行きたくね。でもさ、ルート的に、こっちは？あー、ねえのか。だよねー。あ、そこ行けんのかな？そんなに期待はしてないけど。やったー。なんもないんか。はあ。下も降りられる。あ、さらに地下があるんだ。じゃあ、さっきのルートは、もしかしたらなんかアイテムあるかもしれないね。ちょっと行ってみよっか。気持ち悪そうなのが出そうだけど。あ、いや、エストビン的にも、いや、休憩しないから大丈夫か。エストビン8だもんね。よし。届かない。ちょっと怪しいと思ったところは先に弓を射る。うわ、めっちゃいるじゃん。ほらー、いるじゃん。まあ、ひるんでくれるからまだいいけど。やーべえな、この絵面。いいって、そんでもって意外と火力がある。そうだね。あまりに深く行きすぎると、そうそうそう、帰ってくるから。で、先当ててしまえば、あ、よし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 。火がいいダメージを。クソ団子。なんだそれは。よし。うわ、めっちゃ奥いるじゃん。クソ団子しかねえよ、ここ。で、2体いるんだよなー、そこ。2体か。2体はちょっとき、いや、3体いるな。よし。
まあまあまあ、一体ずつならね。うへぇ、やば。んで、あ、これ通れないんだ。え、これだけ？え、マジで？え、さっきの団子を手に入れるためだけに来たの？あ、あった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 。よかったよかったよかった。さすがにね。おー、室内だ。あー、で、エストスープある。飲もう。まあ、でも、それぐらいかな？なんかね、手に入るのかなーと思ったけど。出ないもんね。ちょっと待った。しんどいのいるじゃん。ちょっと待った。上も何もないよね。いるじゃないの。しかもさ、なんかちょっと、あれ弓か。そっか、当たんないね、さすがにね。いや、あれはなかなか削れないね。ちょっと。ちょっとこっちおいでやす。うわあ、電気帯びてたわ、マジか。まあ、でも、練習した甲斐あって、体験じゃなければいける。さなに。女神の祝福。まあ、いっか。まあ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 。まあ、ダメージ入らんだろうな、そんなにね。あー、上行ける。おぶね。あー、フロストバイトすんのか。こっちは正解？あ、ぽいね。じゃあちょっと大変そうだけど、上の方行ってみようか。マジか。まだいんのか。
よっしゃ、危ねえ。かけら、大かけら2。光が欲しいけどなぁ。できればね。こっち。やっぱバイトですよね。やば。あの弓欲しいね。かっこいいし。えい。で、よし。かけらか。宝ねー、お宝あれ嫌だよねー、並びねー。ちょっとよく見よっか。一応ね、動くんだよね。まあ、三つ全部を、ミミックってこともあり得るんだけど、真ん中怪しいなぁ。獅子は？お、すげえ、全部お宝だ。相撲の大槌。まあ装備できないだろうけどね。45だもんなぁ。たっけ。まあでもエスト瓶8個残して、これはなかなかいい状況なんじゃない？ 3 万いってるしね。さて、いやー買いたいねー。まさかまたここで、あー、なんか来た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 。矢が復活すると思ってなかったから。んで？黒い目が見えるね。ちなみにだよ、ちなみに。いってぇ。ああ、複数体いんのかー。いったー、すげえな、その追尾。まあでも、そっから届かないんだったら、はい。届かないんだもんね。届かないんだもんね。多分倒した瞬間にもう移動してんだろうな。まあ弓のシーンはね、今後そうやってね、一発当て、あ、弓だって思ったらもう飛ばそう。はーい、じゃあ終わり。魔法はねー、なんだかんだ重なると痛いからねー。いいね、進んだね。
イカキャラの数やばいな。で、これは、ショートカットかな？それとも進むか。あ、ショートカットだー。よーし。あー、なるほど。そんなところに繋がるわけね。ええー。いや、入り組んでるなー。セーブして戻りたいという気持ちもある。3万4000あるからね。ちょっと中の様子見て、あ、ダメだと思ったら、お、いた。で、気になったのが、ああ、で、かけら取れるけど、もう入らないといけないよって感じになるんだね。めっちゃ横で声するもんな。ああ、なるほどね。だから本来だったら、下から上からガンガン攻撃できたんだけど、俺が先に行ってしまったがために、意外とガンガン魔法使ってくるよね。あー、バイト。だよね。ここだもんね。フロストバイトは多分継続的にガンガン属性が入ったらダメージ食らうみたいな感じだろうね。うわー、カバだ。めっちゃかっけえけど、あー、全然ひるまねえ、こいつ。何？タイプで違う？それともたまたま？まあ、4発で倒せるな、でかいけどね。ない。うわー、ボスじゃん！うわー、じゃあ今回ここまでにしとこうかな。この辺り探索するだけしてね。なんか、法っぽい感じがするね。まあ、経験値をね、捨てたくないなっていうのも強いんだけどね。いて。意外とバカにできないんだよな、君たちね。ダメージがね。残り B。なるほど。ああ、ここに繋がってんのか。おい、ドン。はい、ゲー。よし、4万レベル上げよう。レベルを上げよう。これはレベル上げよう。いっ。
熱い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 、それは卑怯、それは卑怯、卑怯すぎる。強化はもう納金って決まってるんで、で、1万5000余るのか。そしたら強化しよう。ああそうだ、もう塊なんだよな、もうここまで来るとな。重厚だと、力の補正が入るんだ。なるほどね。炎もいいけど、重厚ちょっと考えるね。実質、体験分回してるみたいな感じになるもんな、補正が入って。矢を買おうか。いや、あった。物理銃違うんだ。で、まあ、今回ここまでにしましょうか。まあ、次回ボス戦だね。倒せる気がしねえんだよな、なんか。敵が強すぎてね。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃ、またねー。